すべてのカメラマンは常に理想の光を求めている。なんつってね。それでは行ってみましょう。お疲れ様です。カメラマンの横山です。今回はリトラトーチ2というですね、小型の LED ライトをお借りしたので、それでちょっと遊んでみました。でリトラトーチ2、点滅の機能は本体にもついてるんですけども、一定間隔でしか点滅しないので、今回リトラトーチ2すごい小型な LED なので、ちょっと手で隠すだけでライトをカットできるんですね。でそれでなんか8ビート的なやつですね。でそれを手で隠してパン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 やりながら、ちょっとライトを動かしてみたりしながら遊んでみましたよと。はい。で最初スチールですね、写真用でいかがですかって言われたんですけども、最近 YouTube やってますんで、動画でもちょっと撮ってみようかなと思って、こんな感じで遊んでます。で道具やっぱりいろいろ使い方を考えるの結構、楽しいですよね。はい。で皆さんもこの1個あると結構いろいろ使い方を考えながら楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてください。それではご視聴ありがとうございました。